レーブ。レーブとは、ダンス音楽を一晩中流す、大規模な音楽イベントやパーティーのことである。毎週決まった場所で行われる、クラブイベント等とは異なり、屋外や特別な会場で行われる、一回限り、もしくは年一回などのイベントであり、また規模も通常のクラブより大きいことがほとんどである。 レーブの語源は、ロンドンのジャマイカ系移民の俗語で、自分に嘘をついて、無理やり盛り上がる会合を意味している。現在見られるようなレーブが生まれたのは、1980年代後半の英国である。それまで若年層の夜間の娯楽は屋内を舞台とすることが多かったが、アシットハウスやテクノという当時の最新音楽の入りと、エクスタシーなどの多項系ドラッグの流行により、 大きくその思考が変化した。レイブの原型は、当時の若者たちが、それまでのナイトクラブやディスコになかった、全く新しいパーティー経験と音楽を求め、ウェアハウス、倉庫や、郊外の廃屋や、農場などを利用して、フリー、無料パーティーを、自らの手で開いたものである。こうした、レイブの開催や集客は、既存メディアや、音楽業界に頼らず、口コミだけで行われたが、 やがて毎週末には、偏僻な場所にある、レーブ会場に、レーブアー、レーバーと呼ばれる参加者たちが丸ようになってくる。レーブは、それまでになかった、音楽性や、そのフリーパーティーの協楽性と連帯感などにより、多くの若者を引きつけ、巨大なムーブメントへと爆発的に成長した。この動きはしばらく遅れて、世界各国に波及する。しかし、 その大きな要素の一つであったドラッグの広範囲な使用や社会不安の原因となるといった観点から政府や警察は霊部を危険視し強力に取り締まることとなる。また霊部が巨大化して参加者が増えるにつれ商業目的として多額の参加料を徴収する霊部が出現し巨額の利益を上げるようになっていく。やがてブームの沈静化と霊部を取り締まる。 法案は提出された。それが、クリミナル・ジャスティス・ビルであり、当初は、法案、ビルとして提出され、後に、法制、アクト化された、イギリスの縁、クリミナル・ジャスティス・パブリック・オーダー・アクト1994である。これは、ジョン・メイジャー内閣の内相マイケル・ハワードによって、立案され、第五部において、反復するビート、ラペトティブ・ビッツに対する規制を定めた。 この法案に対しては、約10万人の大規模な反対デモも実施された。やがて、レイブカルチャーの象徴である巨大な野外での違法レイブはその数を減らし、それに代わって、警察の認可化にて、巨大な会場で有名な DJ やダンス系のバンドを集めて行われる合法的なレイブが主体となっていった。また、気象業、音楽志向のレイブの DJ やクラバーは、 その活動場所をクラブへ移していくこととなる。しかしながら規模は小さくなったものの、アンダーグラウンドのフリーパーティーやウェアハウスパーティーも未だに世界各国で開催され続けており、クラブ音楽の重要な側面として存在している。また、1990年代終盤からのトランス音楽の流行に伴い、再び一部の地域で例部が盛んになってきているほか、 ドイツのベルリンのように、市当局が観光振興のために、多くのスポンサーから協力を得て、商業的ながらも、無料の巨大な例ブ、ラブパレードを開催しているような例もある。こうした体制に取り込まれる動きや商業目的の例ブには、かつての非商業的で、DIY 精神に溢れていたアナーキーなレーブを知る、人間からは批判も多い。現在において、 レーブパーティーの定義はその国や人によって多様である。いわゆる違法のフリーパーティーや、ウェアハウスパーティーのみをレーブと呼ぶ者も,もいれば、ワイヤーのような大規模なコンサート形式のものを含めて、レーブと呼ぶ者も,もいる。初期のレーブの音楽は、アシットハウスと呼ばれる音楽や、シカゴハウス、テクノなどが主であった。当初は、アメリカのそれまで知られていなかった、こうした音楽、テクノは、 デイブで人していたデトロイトの新しい音楽を英国のメディアが命名した音楽ジャンルであるを輸入して DJ たちがプレイしていたがやがて英国や欧州からもその影響のもとにオリジナルな音楽を作成するテイストが多数現れた代表的なものとしてデイブアンセムとなったシングルチャーリーなどで知られるプロディジーゴーのモービーなどがいるその後デイブブームが去った後 この両者ともその音楽スタイルを完全に変えて世界的な大スターとなる。近年では大規模なレーブでは音楽のジャンルとしてはトランスやハードハウス、ガバなどが主流ではあるが欧州を中心にハウスやテクノをメインとしたレーブも存在している。イギリスでの当初のレーブではそれまでのドレスアップしていくナイトクラブやディスコとは違ってドレスダウンしたカジュアルな服装が中心となった。 基本的に屋外イベントであることがその理由である。60年代のヒッピー的サイケデリックファッションも多かった。このドレスダウンの流れは現在のテクノやハウスのクラブのファッションにも引き継がれている。もっとも原型の例部に近い。人里離れた場所などで DJ やサウンドシステムを設置してゲリラ的に行われるもので口コミやチラシやインターネットなどによって 集客を行う。屋内で行われる場合、ウェアハウスパーティーなどとも呼ばれる。音楽の種類はその国により、様々であるが、日本においては、トランス音楽などが主流である。開催費用については無料化、もしくは、必要経費を参加者から看破してもらう形式となっている。法律に定触するかに関係なく、当局によって中止を命じられることがしばしばあるため、 開催当日までは場所を伏せておくなどの手法が用いられることもある。また、都市の公園などで広報的に小規模なものが開かれることもあるが、こうした形式のものは、霊部とは呼ばれないこと多い。田舎や郊外の野外などで広報的に行われる、商業的で大規模なダンス音楽を中心としたフェスティバル。国や人によってはこれを霊部の範疇に入れないところもある。 有名なものは、海外では、バーニングマン、ダンスバレーフェスティバル、クレムフィールズ、ホームランズが、日本では、MT、富士フェスティバル、メタモルフォーゼ、なぎさ音楽祭などがある。警察や、開催地当局の許可の下、プロのプロモーターの会社が開催するものが、ほとんどとなっている。入場料は高額であるが、有名な DJ やバンドが多数プレイすることが多い。また、 合法的に行われ、多数の警察官やセキュリティも会場内に滞在している。数日間にわたって開催されるものが多く、参加者はキャンプをして過ごすこととなる。従来から英国などで盛んであった、グラストンベリーフェスティバルなどのロックを中心とした野外フェスティバルの流れと一体化したものとも言える。また、ロックを中心とした野外フェスティバルでも会場の一部を、こうした、 ダンス音楽中心のものとするケースが多い。上記のレーブフェスティバルと類似しているが、都市内の大会場で有名なスター DJ を集めて、一晩限りで行われるもの。そのために参加が容易であり、初心者向けである。英国やドイツなどの欧州で盛んであり、日本ではワイヤー、メトモアフォース、ソルスタスミュージックフェスティバル、SO、S、OS、フェスティバル、 ザ・ギャズリング、エレクトラグライド、レインボー2000、アルカディアなどが有名である。最近では、レイブパーティーで、薬物問題が取り沙汰されている。2008年、群馬県で催された複数のレイブパーティーで、大麻所持で多くの逮捕者を出した。また、同年6月に行われた、同じレイブパーティーの参加者一人が、その翌日に会場近くで倒れて3日後に死亡。 体内から薬物が検出された。2009年2月には、山梨県の鳴沢村で行われた、レイブパーティーの参加者6人が、同年8月には、滋賀県高島市靴木地区でも参加者6人が、麻薬所持容疑で、それぞれ逮捕されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。